ハジャルドッグのアルミです。今日は大型犬を吸っていきたいなと思います。あくまでも我が家多頭飼いの場合になっております。皆さんのお家でもこうやったら吸えるよってどうなのかなと思うんですけど、とりあえず我が家流の大型犬の吸い方を公開していきたいなと思います。早速行ってみよう。まずは大型犬を寝かすところから。マヒナちゃんは吸いやすい。マヒナはね、フルーティーな香りがするよ。フルーティーな、バラの香りだよな、女の子だもんな。ちなみにゴールデンすねてます。めっちゃ見てるもん。ママのこと見てる。えーい、アス、口で、ワンちゃんを合法的に吸うのはあれだよ。無理やり吸ったらそれは違法だから。ワンちゃんが嫌じゃないよって思ってる時に吸うのが合法なワンちゃんの吸い方です。香ばしいナッツのような香りがします。お耳はちょっと臭い。OK です、OK。 次プロだ。 OK、 プロカム、プロカム。吸う前には吸わせるのも礼儀です。ワンちゃんに思う存分吸わせてあげましょう。あ、こっちで、我が家では最高難易度のワンちゃんはプラウとなっております。シェンさん、もしもあって、あー、そんな怒らんでいいやん。怒られる、オフラエル、あ、オフラエル。マンちゃん、眠たいからご機嫌が。
ほら、かわいい、かわいいな。うん、かわいいなった。かわいい。そんなもひないよ。かわいい。Wow.